はい、こんにちは、たくまんです。プレデターのスキンが手に入るジャングルハンタークエスト、こちらを完全攻略していきます。はい、そしたらね、レア度レジェンド以上の武器を収集するですけど、今ね、ちょうどここにソリッドゴールドっていうね、レジェンド武器しか出てこないモードがありますので、これでやってみてください。そしたらね、超簡単にレア度レジェンド以上の武器を集めることができます。ただね、このソリッドゴールドはね、期間限定のモードですので、この動画を見た時にソリッドゴールドもうなかったよっていう方は、チームランブルで補給物資をね、開けまくるのが結構簡単なんじゃないかなと思います。そしたらね、ソリッドゴールドモードでレジェンド武器を探しまーす。多分簡単に見つかるはず。オッケー、やりました。はい、これでもうこのミッションクリアですね。はい、こんな風にね、ソリッドゴールドモードがあったら一瞬でクリアできます。はい、では次のミッション。プレデターを倒す。1回ですね。プレデターはね、このステルシーストロングホールドの中にいます。今ね、とにかく人がめちゃくちゃ多いんで、いきなりね、プレデターを探し出して、プレデターを倒すんじゃなくて、一旦自分の周りにいる敵をね、全部倒した方が、圧倒的にやりやすいと思います。OK。そしたらね、ある程度周りの敵を倒したら、プレデターを探すんですけど、プレデターはね、ステルス状態で透明なんで、プレデターのね、声を聞いてプレデターを探してください。プレデターがね、近くにいると、なんか、グオーっていうね、なんかプレデターの鳴き声が聞こえてくるはずですので、ん?聞こえる聞こえる、プレデターの声が聞こえた。今分かったかな、このグアオーっていうね、プレデターの声が聞こえたらね、近くにいるっていうことですので、注意して倒してください。透明でめっちゃ見づらいけど、どこ行った、どこ行った、足音聞こえる、どこ行った、いた、おらー、よっしゃー、これで、プレデター倒しました。やったねー。もうステルシーストロングホールド20人とか30人とか降りるから、プレデターをね、優先して倒そうとすると敵プレイヤーにやられるし、敵プレイヤーをね、先に倒してると、他のプレイヤーにね、プレデター倒されたりでね、めっちゃ大変だったけど、なんとかクリアすることができました。ただ、正直ね、今は人があまりにも多すぎて、クリアするのがね、かなり難しいと思いますので、1週間後とか、もっとね、人の数が落ち着いてから、このミッション、チャレンジした方がいいのかもしれません。マジでね、人が多すぎて、プレデター倒すの結構大変でした。はい、では次のミッションに進みまーす。はーい、では次のミッション。プレデターとして、バウンティーをクリアするですね。自分がね、バウンティー関係のミッションをクリアするときは、だいたいここ。コロッサルコロシアムの左下のね、ここですね、この小さい小屋のところに降りてまーす。ここにね、必ずデッドファイヤーがいるので、このね、デッドファイヤーに話しかけて、バウンティー敵プレイヤーを撃破するを受けましょう。OK。そしたらね、なんでね、ここに降りるかっていうと、すぐね、このデッドファイヤーのそばのところに、このゼロポイントのかけらがいくらでも取れますので、これを取ればね、すぐね、バウンティーのところまで近づけるようになります。ん?おいおい。よいしょい、よいしょい、オッケー、これでこのミッションクリアですね。はい、こんな風にね、デッドファイヤーのところでバウンティー受けて、このね、ゼロポイントのかけらを手に入れて、バウンティーのところまでね、すぐ向かうと、結構ね、簡単にクリアできるんじゃないかなと思います。はい、そしたら次のミッションに進みますね。はい、では次のミッション。プレデターとして、ハンターズヘイブン内のプレデターのアパートを訪れるです。プレデターのアパートは、このハンターズヘイブンの中の一番右上、これですね。はい、この建物がね、プレデターのアパートになっています。ここに行ってくださいと、OK。これで、このミッションクリアですね。ハンターズヘイブンは一つ一つの家が、レクサの家とか、メイブの家とか、コンドルの家とかね、一個一個割り当てられています。そしてね、今まで誰も住んでなかった、このアパートがプレデターのアパートになったみたいですね。これで多分ちょうどバトルパスの7人のキャラプラスプレデターで、1,2,3,4,5,6,7,8 と、ちょうど8個になったみたいです。はい、そしたら次のミッションに進みますね。はい、では次のミッション。プレデターとして30秒間プレイヤーから10メートル以内に留まるですね。はい、このミッションの意味は敵の近くに30秒間いればいいっていうだけですので、チームランブルでね、
無理やり敵の近くに近づいて無理やりクリアしちゃうか、例えばね、スクワットとかで一人ダウンさせて、そのね、ダウンした敵の近くにずっといるとかね、そういうやり方でもいいんじゃないかなと思います。今回自分はね、簡単にクリアできそうなチームランブルの方に来てまーす。そしたらしばらくね、資材とかアイテムを集めてもらって、円がこのくらいまでちっちゃくなるまで待ちましょう。いた、オッケー。そしたらね、敵を見つけたら敵を倒さないで敵に近づきます。ふー、オッケーオッケーオッケー。あ、クリアした。あ、もうクリアした。こんな風にね、敵から10メートル以内で30秒間ね、キープするとクリアーとなります。こんな感じですね。敵を閉じ込めてもいいかもしれないです。はい、敵がいたらね、こんな風に近くにいるだけです。あいたー。で、やられちゃってもね、チームランブルですので何回も敵に近づいてチャレンジしてみてください。はい、そしたら次のミッションに進みまーす。はい、では次のミッション、プレデターとしてサーマルビジョンを使用した状態でダメージを与える100ダメージですね。はい、このミッションはね、チームランブルが圧倒的にやりやすいと思います。まずはね、チームランブルで、はい、釣り竿を探してもらって、はい、釣り竿を取ったらね、とにかく魚を釣りまくってください。オッケー、これです。このね、レジェンドのサーマルフィッシュが出るまでね、魚を釣りまくります。できたらね、1個じゃなくて2個くらいあるとね、さらにね、クリアしやすいんじゃないかなと思います。オッケー、そしたら、あ、敵いたね。敵を見つけたら、さっき取ったね、サーマルフィッシュを食べます。そしたらね、サーマルビジョン状態、この暗視スコープ状態になりますので、この状態で敵にダメージを与えてください。100ダメージです。今49与えたから、あと51。いた。え、これ NPC でもいいのかな？まさかね、まさかダメだね。ダメですね。おいとっとっとっと。オッケー。そしたらね、またサーマルフィッシュを取ってきましたので、これを食べて、よいしょいー。オッケー。これで一発で100ダメージ買いですね。なんか前はもっとサーマルフィッシュたくさん出てたイメージがあるんですけど、多分、スノーフロッパーだっけ？雪のやつとか、ゼロポイントフィッシュとか、魚の種類がね、増えすぎちゃって、このね、サーマルフィッシュ自体の出現率がだいぶ下がっちゃってるみたいですね。前はね、なんか10回に1回ぐらいサーマルフィッシュ釣れてた気がするけど、なんか今やったら20匹に1回ぐらいしか釣れなかったんですよ。結構ね、釣りを頑張らないといけないかもしれないですけど、とにかく魚を釣りまくって、サーマルフィッシュを手に入れて、サーマルフィッシュをね、使った状態でダメージを与えてください。オッケー。そしたらね、これでプレデターのスキンとかバックアクセサリーとか、いっぱい手に入れることができます。そしてこのビルドインエモート、キモすぎてやばい。でもこれもうプレデター好きの人にはたまらないビルドインエモートですね。皆さんもこのクエストクリアして、ぜひこのスキン、このビルドインエモートなどなどゲットしてみてください。そうそう。あとね、このプレデターのスプレーとか、エモートアイコンとかね、このクエストはね、1週間前にあったクエストですので、まだね、そっちの動画見てない方は、こっちのクエストも動画を見て、ぜひクリアしてみてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録とクリエイターサポートもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。